渡辺博氏は、日本の経済産業議官。新エネルギー、産業技術総合開発機構理事等を経て、経済産業省大臣官房技術総括審議官を最後に退官後、日本生命保険顧問や、日本科学工業協会専務理事、中央労働災害防止協会理事を歴任した。1982年東京工業、大学工学部科学工学科卒業。 1984年東京工業、大学大学院理工学研究科修士課程科学、工学専攻修了、工学修士、同年通商産業省入省。2002年経済産業省産業技術、環境局統括技術戦略企画館。2004年経済産業省製造産業局科学科、機能性科学品室長。2006年からは、経済産業省商務。 情報政策局消費経済部、製品安全課長として、パロマ湯沸かし器死亡事故等のガス機機事故の多発を受け、事故防止強化策の策定等に当たった。2008年経済産業省製造産業局、住宅産業用業建材課長。2010年新エネルギー、産業技術総合開発機構理事。2012年経済産業省大臣、官房審議官。 2013年経済産業省大臣官房技術総括審議官2015年大官日本生命保険顧問2016年日本科学工業協会専務理事業務執行理事中央労働災害防止協会理事ありがとうございます